ションが始まりました。上坂すみれのハートをつければ可愛いかろう、パーソナリティの上坂すみれです。なんだか世の中はたくさんの人が結婚していきますね。おめでとうございます、先輩方。おめでとうございます。なんかこう、いや、え、すごくね、え、こんなもんなんですか人生って。人の人生すごいですね。いや、なんかもう花澤さんとか水木さんとか池川さんとか、たくさんの、あの、もうなんか去年もいっぱいね、結婚されてめでたいめでたいって会ってたんですけれども、特になんか、うん、ほら、ああいうのって大体年末に来るじゃん。年末に来ると思ってたら、あー、この中腹でも来るみたいな。すごい、おめでとうございますね。三河越さんとかもね、こう須崎さんとかもね、結婚されてっていう話。広がらぬ、いや、祝福したかったんですよ。祝福するべきじゃないですか。そうだから、なんか、うん、私がアニメを好きになった頃って、それこそ10歳とか12歳とか、あの2チャンネル始めたばっかりの頃って、そもそも声優さんっているのかいないのかも分かんなかったんですよ、あんまり。そうだから、なんか林原さんがご結婚っていう時も大層なんかね、あ、そんな、そうですよね、人なんだってね思いましたし、だからみんなね、荒人なんですね。荒人で荒らせられるぞ、ひれ伏したまえよ。そうね、え、私何したかな。最近ね、すねこカフェに行ったね。あの、そう、タモリクラブでですね、ハライチの岩井さんが、すねこカフェは相当なキャバクラであるっていう論をこう展開しててですね、そう、行ったらすごいその気持ちが分かったの。そう、普段さ、メロー君というものがありながら、キャバクラじゃないや、猫カフェに行く、好みの切るような辛さ。でも抱きしめる曇り、可愛いんですよ。でね、そのね、あの、猫カフェがよ、あの、日本にもね、なんか数十頭ぐらいしかいないデボンレックスっていう希少な猫ちゃんを取り扱ってるんですよ。だからもう、なんだろう、ペガササ揚げ盛りみたいなもんですよ。なんていうか、貴重なジョーがいるんですよ、その店は。え、みんなも調べてみて、デボンレックスっていうね、なんかクルクルしたね、毛の柔らかい、もう猫っ毛もいいとこっていうね。メロ君結構短毛ストレート、なんだろう、人間でいうと角刈りなのか、角刈りの嫁がいるんですけど。そう、そのデボンレックスはね、ふわふわなので、ちょっとこうね、ちっちゃくて、まあ、子猫がね、いっぱいいる猫カフェだったんですけれども、もう彼らは容赦なくね、引っかいてくるんですよ。いかにメロー君が優しく私のことを傷つけてたんだっていうことがね、分かりましたっていうね、体験をしたよ。ということで、皆様おめでとうございます。じゃあ始めてまいりましょう。上坂すみれのハートをつければ可愛いかろう、最後までよろしくお願いします。改めまして、上坂すみれです。なんかね、こう、若いピチピチのギャルよりも、こう、熟練のスタッフの方が優しく接してくれるらしいですね。近くに寄ってきてくれたり、あと、あの、ま、東京の都の城よりも、あの、ちょっとこう、郊外のお店の方がアットホームなサービスをしてくれるらしいですよ、猫カフェ。猫カフェ、いや、あのね、原宿駅のね、ど真ん前にもあるんですよ。そう、どうやってメロ君に許諾を取ればいいんですか。ちょっと既婚者として教えてもらいたいんですけど、そういうの黙っていった方がいいんですか。黙っていった方がいいんじゃないですか。でもバレますか。なんか他の猫の匂いがするわって言われちゃいます。やっぱ
この毛誰の毛よって私の角刈りの毛じゃないわってちょっとこのふわふわの長い毛誰よってなりませんかね。美香子さんちも最初ノエルくんっていうあのスッコーティッシュフォールドの白い猫ちゃんがいて、さらにもう一匹飼ったらしいんですよ。でいつかね見に行きたいと思ってるんですけど、どう断りを、いやこれあのなんだろう、挨拶に行くだけだからみたいな感じにすればいいんですか。ちょっと抱っこしてちょっとあのチュールあげただけあのね、お店で購入できチュールコールがあるんですよね。チュールチュールチャオチュールチュールチュールチャオチュールなるほどでチュールコール入りましたって言うと店中でウィーってそれちょっとホストクラブの声になってますねあれそうなのかそういえばさっき本屋さんに行って、あの聞いてくれ俺たちの五七五七七ホストクラブの五七五っていうのが短歌っていうのが売っててちょっと読んだんですけど、楽しいな、パリピピリピリピッピリピ、昨日の記憶全然ねえやっていう短歌がすごい良かったですホストが書く短歌ってすごい味わい深いそんなのが一冊載ってて、ちょっと早く買うところでしたね千葉県のハムハムさん、あ、女性の方からいただきました、ありがとうございます。私はロシア語の歌を歌えたらかっこいいなという中学生男子がギターを始めるような理由でロシア語の曲を練習しています。かっこいい。今のところロシア国歌とカチューシャを練習して歌えるようになりました。すごい、私じゃん、仲間だね。そこでスミペさんおすすめのロシア語ソングを教えていただきたいです。できれば練習できる、練習すれば歌えるような曲がいいです。ちなみに今はレッドイットゴーのロシア版アトプスチーイザブーチ、これアトプスチーだよねきっとね、命令形かな、アトプスチーザブーチを練習してます。手放しそして忘れる、え、レッドイットゴーってちなみにどういう意味なんですか。レッドイットゴーの意味私よく分かってないんですよ。あ、なるほど。あのスイカみたいなことですかレッドイットゴーって何を言ってん、あれあの日本語での歌だと、はい、ありのままのみたいな感じでしたけど、あれね、ありのままのそうそうそう、自分見せるのよ、それそれそれ、レリゴーレリゴー、ありのままの、ありのままでって意味なのかな、レッドイットゴーって。へえ、でもアトプスチーザ、なんかこう国によって解釈が違うんですかね。はい、ロシア語の歌はですね、私はですね、クラスナヤールミヤかな。これ日本語にするとね、赤軍に勝るものなしっていうね、歌なんだな。これかっこいいのよ。あ、これはね、ジャパニーズレッドアーミーとはちょっと違ってですね、ソ連のね、労農赤軍っていうものがあったんですよ。こう、レーニンがソ連作って、もう、これからは農民と労働者がめちゃめちゃもうイケてる、もうなんかお金持ちはもう早くその財産を手放して、もうソ連中のこう民をね、平和に、なんだ、平らかに、だから共通財産にしろいっていう時代があったわけですよ。そう、それでさ、まあカチューシャもさ、言うてみれば軍歌みたいな、軍歌、戦時歌謡かなだと思うんですけれども、そう、そのね、クラスナヤアルミヤはね、メロディーが非常にかっこいいです。ちょっとそうだね、アニソンっぽいです。なんかこう、うっかりね、なんかな、そうだな、ガンダム00のオープニングに入れててもね、あ、まあ違和感あるわごめん、違和感あったあとポールシカポーレとかね、もう灯火喫茶でモテモテになりますよきっと。そう、まあ、そんな感じで、ソ連の歌をね、いっぱい紹介しているサイトもありますのでね、私は、クラスナヤアルミヤは結構練習したな。そう、クラスナヤアルミヤフセセリニエイっていう、
このまた悲しいメロディーでいいでしょ。もうぜひなんかね、ヒャダインさんとかに歌ってほしいよね。なんか、はい、じゃあそんな感じ。オサさんからいただきました。ありがとうございます。今日はお礼を言いたくてメールを送らせていただきます。7月5日の内田真彩さんのオンラインライブハローオンラインコンタクトで魔女姫歌われてましたね。歌いましたよ。私はこの曲が大好きで、兄様で聴いてもう一生生では聴けないと思っていたので、リモートでもライブで歌ってくれたのが本当に嬉しかったです。お二人の仲の良さも伝わってきてとても癒されました。レベルが違うにもかかわらず本当にありがとうございます。いつかどちらかの単独ライブでまた聴けることを楽しみにしています。この魔女姫のメールはすごいたくさんいただいてました。ありがとうございます。水木さんおめでとうのメールと同じぐらい来てました。本当にありがとうございます。おめでとうございます。ですね、そう、魔女姫はいつもね、マーヤさんの単独ライブだとマーヤさんともう一人魔女マーヤがね歌って一人で掛け合いっていうのをやってたものですよね。で、兄様で、念願の、そう、兄、そんタイアップじゃないけれども、歌うことができて、私は非常にね、嬉しかったんですよね。そして、マーヤさんのね、このワンマンライブで、初めてこう、おそばで、こう、音もすることができて、いやー、嬉しかったな。私は、7月5日はですね、歌は、てかなんだろう、リモートライブがそうなのかわかんないんですけど、デュエットだとどうしてもタイムラグが生じちゃうから、生では、こうね、なかなか難しいらしくて、現時点では。だから私は事前収録をしてね、マーヤさんが、きっとこのぐらいのテンションで楽しく歌うかなっていうのを想定して、収録したんですよ。もうそしたらね、すごいこう、マーヤさんが楽しそうに歌ってくれて、本当によかった。私はね、なんだっけ、映像で、ライブをさ、映像で配信してたんですけど、そう、それをね、当日見てて、そう、それで、MC パートには、こうね、参加したいので、こう、ちゃんとね、同じ衣装を着て、同じメイクをして、挑みました。喜んでくれてよかったな。いつか、マーヤさんが、最先端ガールとかも、歌ってくれるといいなーって、非常に思います。楽しかったな。また今度はね、生でやりたいですよね、二人で。ということで一曲お届けしましょう。内田真彩フィーチャリング上坂すみれで、魔女になりたい姫と姫になりたい魔女のラプソディ。おい中川、貝原雄山と山岡志郎の間で板挟みに会いながらも決してくじけない美食クラブの料理人中川主任のような強い心になってもらうために、あえてボツになったメール至高のメニューを紹介するコーナーですよ。 DJ 雄山が気まぐれにリクエストにもお答えします。じゃあ行ってみよう。はい、東京都豊島区ジェームス・ディーン・ブラッドフィールドの至高のメニュー。スミペがこの前ピエン使ってましたが、時代は変わり今はピエン超えてパオンらしいです。何言ってるかわからないと思いますが、そういうことなんでよろしくお願いします。うむ、わしも知っておる。もちろんわしは美食クラブの会長であるからにして、パオンぐらいはもうとうに献立に加えておる。ね、パオンのたたき。これ夏の、旬だから。パオンの洗いもあるし、純菜にも合うんだな、これが。パオンと純菜の酢の物。これが非常にね、地味深い味わいで、和を感じさせるんだ。まあ、シローには分からんだろうがな。シローは所詮ピエン止まりだろうがな。ガッハッハ。何よ、パオンってさ。パオン？あ、ん？でも、ゾウじゃないよね。ピエン、ん？ピエンもなんだ。うんうん、わしは全て知っとるから。ボツボツ。
埼玉県さいたま市縁側でエンドの至高のメニュー。こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいています。埼玉警察だおお、埼玉警察だ。6月27日の放送で埼京線の埼玉の駅にて埼玉新都心駅の名前を挙げていましたが、埼京線の駅に埼玉新都心はありません。多分ですが、埼玉新都心に埼玉スーパーアリーナがあるため勘違いされたのでは。埼玉スーパーアリーナの埼京線の最寄り駅は北淀駅です。埼玉埼玉うるせえなそんなに連呼すんなよ。埼玉埼玉、もうブレインショックじゃんか、もう頭が。え、北淀の駅ちょっとよくわかんないのでボツ神奈川県川崎市誠の至高のメニュー。恋のお悩みなら何でも解決してしまうという恋の伝道師貝原雄山さんにご相談があります。私は最近通勤途中の駅でよくすれ違う男の子じゃない女の子のことが気になって仕方ありません。彼女には必ずマテオレオシカの絵が描かれたトートバッグを持っていて、私はひそかにマトリョーシカちゃんと心の中で呼んでいるのですが、おそらくマトリョーシカちゃんは何重にもバリアを張っていて近づくことができないのではないかと勝手に思い込み、怖くて何も行動が起こせません。彼女の殻を破り彼女のコアと触れ合うにはどうしたらよいのでしょうか。ご教授いただきますと幸いです。まあまあ、わしもねわしこれ見たことあるよ、エヴァンゲリオンで。エヴァンゲリオンの人はめちゃめちゃフィールドを張ってるじゃん。だからもう槍でつつくしかなくない？マトリョーシカでも、マトリョーシカの絵が描かれたトートバッグを持ってるってことは少なからずまあロシアのものが好きなんじゃないかな。でもさ、やっぱすいませんマトリョーシカちゃんですよねっていうのはあまりにも怖いからあまりにも怖いから、ちょっとね、ちょっとわしはあんまこういう経験がないからさ、なんかちょっとピンとこないねん。だってやっぱこの同じ職場や同じクラスにいるのだとしたら、まあいつかそいつが消しゴムを落としたら話しかけられるけど、でも通勤途中ですれ違うっていうことは永久に平行線なのではないだろうか。ついていけばいいのかな。こっそりついていけばあなたは通報されて人生が終わってしまう。そうだね、わからない。あ、ほらすれ違い通信みたいなとか、もうその子がもしあのスイッチとかを、あ、スイッチってすれ違い通信あんのかな、とか言ってたら、あのいつもマトリョーシカのトートバッグを持っている女の子に話しかけたいマンみたいな名前にしておけばいいんじゃないかな。もうそしたらほら、それでハッてキョロキョロキョロってされたらさ、あ、認知されたっていうことで、あ、ちょっとこれはね、いろいろとボツだと思うな。はい、じゃあそんなことでワンチャンスというのは非常に難しいものだよということで、おい中川のコーナーでした。では今日のリクエストだよ。ダンさんからいただきました。小倉優衣さんの新曲ハピネスセンセーションが発売されたことにちなみ、この曲をリクエストします。串田明さんで筋肉マンセンセーション。お送りしていますのはダンさんのリクエスト、串田明さんで筋肉マンセンセーションです。いやー、今回のゆいちゃんも可愛いですね。このセンセーションっていう掛け声が特に、でもちょっとなんか声パワフルになりましたよねやっぱ最近こう YouTube とか始めてね、 ASMR とかもやってるからすごいこうレンジが広がったのかもしれないし、やっぱこうゆいちゃん超人強度高いですからね。すいません、すいません、すいません、
すいません。いやでも似てるじゃないですかね、曲名がね。ハピネスセンセーションの間のこの米印はさ、あのテリーマンのおでこのやつでしょ。テリーマンの歌でしょ。違うのか。違うみたいです。というわけでお送りしましたのはダンさんのリクエスト、串田明さんで筋肉マンセンセーションでした。お送りしてまいりました上坂すみれのハートをつければ怖いかろう、エンディングのお時間です。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。アドレスはすみぺ @joqr.net、 sumip@joqr.net です。ボツメールは自動的に追い中川宛てになりますのでご了承ください。またツイッターで番組のことをつぶやく場合はハッシュタグシャープかわいかろうを使ってくださいね。最後に私からのお知らせ、現在放送中のテレビアニメはメジャーセカンド第2シリーズ、バンドリーガルパピコ大森ラピソリライツです。ぜひぜひよろしくお願いします。それではお時間です。上坂すみれのハートをつければ可愛かろう、お相手は上坂すみれでした。また来週ダスビダーニア。